バンクーバーはカナダ海軍のフリゲート、カナダ紹介フリゲート計画により建造されたハリファックス級フリゲートの2番艦で1993年に収益した。カナダ海軍の太平洋海上軍に配備されており、艦名の由来となったブリティッシュコロンビア州、バンクーバー島のエスクイマルト基地を母港とする。ハリファックス級としては初めて、 太平洋側に配置された艦である。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ以降、本艦を含むハリファックス級フリゲートは中東におけるカナダ海軍の反テロ作戦の主要戦力となっており、アメリカ海軍の空母戦闘軍の一部として行動するなどしている。カナダ海軍はアメリカ海軍と専門用語、通信機器、運用手順などについて、 相互運用性を確保しており、すべてのカナダ海軍の艦艇で、タイとなるアメリカ海軍の艦艇と共同作戦が比較的容易に可能である。カナダ海軍の同盟の艦艇としては、戦艦機に収益したバンクーバー、第二次世界大戦中に収益したフラーー級コルベットのバンクーバーに続いて3隻目である。 ニューブランズウィック州セントジョンのセントジョン造船所で1988年5月19日に寄港され、1989年7月8日に浸水。その後、1993年8月23日に収益した。なお、2番艦の本艦より約1ヶ月早く4番艦のトロントが収益している。2001年10月29日。 アポロ作戦に参加するためアラビア海へ展開、不審な船舶の確認、逃亡者の脱出や密輸を防止するための臨検などを行った。作戦中、戦闘に遭遇することはなかったが、漂流していたダウ船を発見、救援した。ダウ船は約1週間のまずくわずで漂流していたため、45名の乗客及び乗組員は脱水症状にかかっていたが、 本館から提供された応急処置、食料と水、技術的支援により航海を再開した。2002年5月28日、他の館に任務を引き継ぎ帰祷した。2003年、オレゴンを訪問した。また、収益10周年を記念して、バンクーバーを訪問した。2011年7月10日、2011年、リビア内戦に対する北、 大西洋条約機構のユニファイドプロテクター作戦に参加するため、エスクイマルト基地を出港した。出港の際、ボイラーで小規模な火災が発生、すぐに検知され沈下されたが、出港が1時間遅れた。本館は3月から、作戦海域で紹介任務についていた同系艦のシャーロットタウンと交代、作戦に参加した。11月15日、 ユニファイドプロテクター作戦の終了により、本艦はアクティブエンデバー作戦に移行した。その後、2012年1月10日まで作戦に従事した後、あと母校を駅島した。2013年5月6日、2014年5月まで18、過月間をかけて、HCM、フェレックス計画に基づいた、中間寿命回収及び近代化を行うため、 シースパンマリンコーポレーションのビクトリア造船所に引き渡された。この改装により、新たな電子システムが導入され、新型の指令管制システム、複合レーダー、二次監視レーダー、シリウス長距離赤外線捜索追尾システムが追加され、艦内通信システム、電子線システムが更新された。並走システムも更新され、母ホース 57mm 砲は、 ベイシステムズによりマーク3にアップグレードされた。またソフトキルの自己防護システムとしてセンサーの情報に基づいて自動で対抗手段を放出するマスが装備された。2015年10月、同系艦のカルガリー、ビクトリア級潜水艦、シクティミと共にカリフォルニア沖で行われたアメリカ海軍の演習に参加した。2016年4月、 本級の地上攻撃能力を強化するために導入されるハープーンミサイルブロック2のテストベッドとなり発射試験が行われた。2016年6月、同計艦のカルガリー、キングストン急晶海底サスカトゥーン及びイエローナイフと共に艦隊兵を合同演習に参加するためエスクイマルト基地を出港した。ありがとうございます。